はい、皆さんこんにちは、あちでございます。太鼓さんの金魚さんのパート77ですね。やっていきたいと思いますね。綿花14巻、綿花14巻だったら4か。はい、で購入しましょう。で、あ、鉄めっちゃ安い。これはいいですね。で、投資しときましょうか。ね、9ですもんね。5000回いっときましょうか。はい、で、出ましょう。宿屋、この辺宿屋にね、誰かいたんですよね。はい、いないね。で、道場行ってみましょう。普通の人でしたね。民家いないでしょ。お札によってですね、お札には投資する名目があるんでね、言っときましょう。まだね、町の規模がもっと大きくならないと。8ですもんね。売却、鉄22巻、7巻か、利益ね。ちょっと待って、もうちょっと鉄高く売れそうな気がする。購入だけしておきましょう。正直ね、安いとも思えないんだけど、まあでも買っとくか。で、投資ね、5000、あ、5000もないわ。仕方がない、3000巻だけ。で今回は帰らなくていいんですよね。帰らなくていいので、結構遠くまで行っちゃおうかな。富山ぐらいまで行っちゃいましょうか。あらら、ちょっと体力がないんですけどね。あ、そっち行っちゃおうか。あ、じゃあ帰り目方でも行って帰りましょうかね。あ、でも北海道もね、あ、これは、あ、しまった。あ、お金足りたね。足りましたね。なんとなく適当にね。あ、神保さん買っときましょうか。はい、あ、普通ですね。お茶にしときましょう。一日使っちゃった。あ、一撃一撃でいただきました。売却ね。あ、鉄が化けたね、離れるとやっぱいいみたいですね、かなりね。陶磁器もね、それなりに。はい、あ、違った。こういうね、あ、鉛がいいですよね。鉛を買って、もうちょっとね、移動手段がね、良くなればいいんですけどもね。あ、投資できるほどじゃないね、私手持ちがね。宿屋いないかな。あ、いた。すず、自分で言うのもないんだけど、ここの見ると私なんてねと。仕方がないな、止まっていっちゃおう。ちょ、11泊も止まって、えらいこっちゃなるんでね。商人さん、ご機嫌いかがよかったらまた止まってください。ああ、商人さんって言ってくれるんですね。ああ、もういいわ、この子。剣客っていう剣豪とか言ってくれないんでね。よかったと思いますね。じゃあ、どうしよう。財宝どうしようかな。掛け軸なんかあげても喜ばんもんね。あ、じゃあやっぱり何万物かな。紅茶、どうしようね。財宝にしとこっか。佐渡金ね、これあげときましょう。なんか言ってくんない。私何に来たのかな。顔見るだけならタダだけど、よかったら泊まってってくださいねか。ちょっと富山覚えておこう。富山ね、今まで、人がいた町覚えてないんでね。これが致命的本当にね。じゃあね、確かね、薄岸だっけ、あっちの方もあったんでね。ちょっと東北の方も行っちゃおう。ちょっとね、行ってないところも行っちゃおうかなってね。
すごいね、この人ね。伊達家臣。あ、伊達さんがいるのね、この辺ね。じゃあ、座に行ってですね。売却。鉛29巻。はい。で、こういうね。あ、紅花ね。はい。で、なんだこれ。中物中、あ、芋のか。芋のね。芋のですね。はい、芋の。あ、12巻ね。あとは、青そうは、そうでもないね。こんにゃく。こんにゃく、はい、で、ここの層、11か。投資しときましょうか。3000巻ね。で、あ、昇華がある。はい、あ、あなたが剣豪と評判の剣豪と評判ですね。じゃあ、購入しましょうか。いや、待ってね。あ、持ってないものだ、これかな。腹巻きね、20個持ってても仕方がないような気がするんですが、まあでもいいでしょう。腹巻き20個買いましょう。出てこないね。あとはこれかな。おさふねこだち、いや、かまやり14巻か。これも20個。はい。あ、まだ来ないね。まだ来ない。あ、まだ足んないね。さあ、何かいいのないかな。あ、大学、大学、ああ、儒教で、へえ。で、20ね、これも286巻だったらダメかな。ダメね、どうね。じゃあね、あ、具足はちょっと持ち続いてもね。文選、あ、門前、門前ね、これ30個。あ、270、あ、もういいでしょう。か、ダメだったのね、この人きっとね。はい。で、民家。あー、助三郎さん。六角形滅亡。おぉ、この人は？あー、そうね。そんな感じですか。あ、まあいいや、一日もったいないもんね。飲み飲みましょう。おっ、武具の鑑定してもらおうかな。はい。これなんだろう。政宗、一品に素晴らしい一品じゃ、まこと良いものを手に入れおったな。おお、12、価値7。手合わせできる。お、あ、いいですね。まあ、政宗試したかったんですけど、それは後にしましょう。ひぎでね、止血、技が増えすぎて、ちょっと技のデパートなんて言いましたね。か、まだたまんないもんね。この辺にしとこっか。あー、3つか。ひぎ使っちゃう。あー、連続切りね。あ、お互いひぎか。まんじ抜け。で、あー、強襲できるね。うん、あれで仲良くなったらいいですよね。あとは、座か。あ、座は売ったのかな。あ、ここ買ったよね。あ、さっきに終わらせてるよね。うん、終わらせますね。すみません。あ、体の具合が悪いの。いえいえ、貴重品で。あ、そうだ。あれ？ちょっと待ってね。価値？武器？あら？刀剣？政宗って、ああ、政宗どこにあるの？装備。あ、一番上になったのね。気づかなかった。気づかなかった。武力がプラス10。あ、今見てもね、ダメなんですけどね。ちょっと薬飲みましょう。これぐらいときましょうか。あ、競争剤、こっちにしておきましょう。武力が74まで上がりましたね。あ、体力も100までいきました。残り13日、まだいけそうですね。北にね、北
単に行けそうなのですが、ですが、伊達さんってどこいんだろう。よいしょ。あ、いや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 、こういう感じかな、こういう感じかな。直轄か。ちょっとここだけ寄ってみましょう。あ、飛んで火に入る夏の虫ですね。これは、あれですね。こんな感じかな。あ、避けられちゃった。で、ひぎ。これやったらどうなるのかな。おお。はい。おお、こんなんが使えるようになりました。商人なのにね。あ、なんか良くない気がする。おお、避けた。おい、痛い痛い痛い。あ、でも大したら痛くないね。大して痛くないですね。はい。で、今度こうかな。はい。で、こうだよね、きっとね。あ、来なかった。ちょっと参ったな。こうかな。あ、避けられちゃった。結構溜まってるんで、ひぎ、かすみね。あ、相手もあれだったのね。ヒギだったよね。じゃあ止血しておきましょうか。よいしょ。あ、あらららら、予想外でしたね。どうしよう。はい、ちょっと技多すぎてちょっと見るのが遅くなっちゃいます。すいません。あさりさんですか。ですね。じゃあザニってですね。売却アベニバナいいですね。で、芋の除去、ああいいですね。芋のも高く売れてますね。で、こんにゃく、ああいいですね。あ、いいですいいです、本当いいですね。で、ここにね、ああ銅ね、銅安い。銅が安いですね。で、紫。そうですね。紫もいいですね。で、漆器もいいですね。まだ持ってるか。ああ、もうほとんど無理ね。投資はできないね。やめときましょう。道場行くのもどうかと思うんで、とりあえず、行き先をね、指定して、ここですね。薄岸の町っていうんでしょうかね。残り9日か。はい。さあ、道場誰かいるのかな。あ、普通の人か。座で、売却ですね。あと42巻化けましたね。で、もう紫24巻も化けてますね。で、漆器19巻はまあまあそれなりですね。あ、でもだいぶいいのか、漆器19巻で売れてもね。あ、柿がある。あー、すごい、こんなとこで柿取れるのね。で、俵物で、あ、昆布か。あ、昆布いいですね。で、相場調査をすると、あ、小さいね。投資しましょう。1万回いっていいでしょう、ね。はい。で、ちょっとね、道場で実は稽古つけておきましょう。はい。あら、表情があるようだなと。あ、そうなんだね。体力回復しようかなって思っただけなんですけど、サッカーは何かあるかな。誰もいない。宿屋はとりあえず富山の町をね、あれしましょうか。誰がいるんでしたよね。だもんで、あー、じゃあ富山寄って帰ろうかな。よいしょ。この辺だね、富山の町ね。富山頻繁に寄るようにしましょうか。他の町覚えてないのね。具合悪
まずいね。よいしょ、ちょっと調子しましょう。貴重品で、薬で、あ、これね、よし、はい。あ、すごく元気になっちゃった。行き先指定ね、富山なんでこっちですね。あ、ちょっと時間よろしくなりましたね。というわけで終わっておきたいと思いますね。太鼓さんのアキンドさんね、パート77、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。